一体何？ああ、リリカって、あの人形って、あ、あれってアニメのキャラだったんだ。ユキシロさんはこれの投影を私にしてるってこと？やっばーっていうか、ユキシロさんってオタクだったんだ。ユキシロさん、おはようございます。おはよう。ユキシロさん、今日も素敵。ねえ、メロディーリリカのリリカちゃんって知ってます？何ですか急に。アニメのキャラクターなんだけど、ほら見て、これ。知らない、そんな萌え系のアニメ。これ、私に似てると思います？はぁ？メガネと三つ編み取ってみたら。そこの二人、どうしました？ユキシロさん。ハルタさん、試算表は出してもらえましたか？すいません、今すぐやります。あ、待って。それから相原さんにはお話があるので、今から会議室に来てください。心配したんですよ。昨日相原さん逃げるように帰ってしまったから、リリカの足を折ったまま。まさかバックレる気なんじゃないのかって。これからはその弁償代の分もちゃんと働いて。あれは不可抗力です。私、ユキシロさんの家へはもう行きません。え、だって借金は。隠し撮りとかされてて行けるわけないです。っていうか私、行っちゃいます。あの写真、データから何から全部消してくれないと、私みんなにバラしちゃいますから。あんな写真抹消してもらわないと。ユキシロさんって実は萌え系オタクで、盗撮までする変態だったんだって。それが嫌なら、その分のお金を、そして借金返済。弱みで逆に揺する作戦。バラすって、僕が取ったってどうバラすんですか？それは。いいんですか？自分のこんな姿みんなに見せちゃって。これ昨日の。よく撮れてるでしょ。リリカってこんな表情で喘ぐのか。やだ、映さないで。おっと、弁償代すぐ払います？それが無理ならまた家で。ごめんなさい、フィギュアのこと。でも私、弁償できるお金ないんです。僕は別にお金が欲しいって言ってるわけじゃないんだよ。え？君の動く等身大のリリカを撮らせてくれさえすれば、他に何もいらないっていうか。え、何？急に出れ始めた。あ、メガネ、髪、外れてる。やっぱりこの姿の私、似てるんだ。リリカ効果すご。もう隠し撮りみたいなことは絶対しませんし、モデルとして撮らせてもらえればと思ってます。モデル？ええ、もちろん弁償代は問いませんし、バイト料だって今まで通りお支払いします。これからは堂々と、僕が考えるリリカのコスで、僕が望むアングルとポーズで。君がリリカでいてくれるなら、僕はいくらでも払います。いや、やっぱりそんなの無理。歪んでる、変態、鬼畜、オタク。ユキシロさんのリリカに対するあの尋常じゃない眼差し、私絶対耐えられない。キャー、ユキシロさんが会議室で倒れてる。誰か来て。ユキシロさん、しっかりしてください。あれ、そういえ
えば相原さんは？なんかさっき具合悪いって早退してったけど。仕事探そう。これ以上あの会社に居続けて雪城さんと関わってしまうのは危険すぎる。雪城さんが助けてくれるとか大間違い。キャバクラに戻った方が全然マシじゃん。やっぱりイケメンなんてろくなもんじゃなかった。あ、こんな時間に誰？雪城さん？もしかして家まで来たの？あ、